上限理論、ひも理論。誰もが一度は聞いたことがあるフレーズです。最新理論で賛否両論があり、難しそうなイメージです。しかし、上限理論誕生には多くのドラマが秘めており、宇宙の謎を知る重要な理論になります。今回はそんな上限理論について詳しく紹介します。大きな宇宙を知るために銀河団や銀河を観察します。銀河を知るにはブラックホールや恒星、恒星系を研究します。恒星を理解するには物質を知り、物質の恒星を知ることは原子を学びます。巨大な宇宙を知るために人類が研究する領域はミクロになっていきます。言い換えれば、世の中の最小単位を知ることが宇宙全体を理解することにつながります。世の最小単位の集まりが宇宙を構成しているためです。今から200年以上前に宇宙の最小単位は原子であることが判明します。原子は中性子と陽子、電子で構成され、その配合バランスによって94の天然元素が存在します。しかし、科学者たちは果たして原子が本当に最小単位なのか疑問を持ち、原子の中身を調べようと試みます。物の中身を調べる方法は簡単です。破壊すれば中身が出てくるためです。原子の中身を調べる方法も同様であり、原子同士を衝突させ、原子を破壊し、出てきた粒子を観察します。利用するのが加速器です。加速器の中に陽子や電子を入れて高速近くまで加速。互いにぶつけることで出てきた粒子を観測します。現在、加速器の出力はどんどん向上しており、破壊によって出てくる粒子はより小さく、複雑なものになっています。加速器の登場でより小さなものを発見するという試みは簡単に達成しそうですが、実はそうではありません。問題となるのが出てきた粒子を観察する方法です。私たちがものを観察するとき、電磁波を使います。今見ている動画は電磁波のうち、画面から出ている可視光線を目で認識して、あなたは超弦理論の動画だと観察しています。大きな物体の観察は目で見るだけでできますが、小さなものを観察するにはその方法がより特殊になります。例えば、目で見えるよりも小さなものを観察するときは顕微鏡を使います。顕微鏡を使って植物の細胞を観察すれば、今まで見たことがない素敵な世界が広がります。顕微鏡を使っても観察するという行為の原則は変わりません。その原則は観察対象と電磁波を相互作用させるというものです。例えば、顕微鏡で植物の細胞を観察するとき、植物にぶつかった電磁波の一種、可視光線が反射して目に入ることで観察が成り立ちます。可視光線を使って物に触れ観察しているのです。この方法、大きなものを観察するには問題ありませんが、小さなものを観察するときに問題が起こります。可視光線の波長は500ナノメートルほどであり、観察対象が可視光線の波長より小さくなっていくと、可視光線が素通りしてしまい、物に触れることができません。物に触れられなければ観察できないのです。それを解決するためには、可視光線よりも波長が短い電磁波を使います。X 線やガンマ線です。ブラックホールの動画で説明する通り、可視光線は電磁波の一部です。ガンマ線、X 線、紫外線など様々な名前がついていますが、すべて同じ波であり、波の間隔の長さを分類して名前を振り分けているだけです。X 線やガンマ線は可視光線よりも波長が短く、その波長は10ピコメートルと極小です。水素原子のサイズは1000ピコメートル。0.1 ナノメートルであり、ガンマ線は水素原子よりも圧倒的に小さな波長を持ちます。可視光線の波長である500ナノメートルの波では水素原子を素通りしてしまいますが、ガンマ線なら水素原子に触れることができます。要するに、波長が短い電磁波はより小さなものと相互作用し、観察を可能にします。電磁波が物質と相互作用するという現象は身近なところで実感できます。例えば、宇宙を観測するときに X 線望遠鏡を地上に設置せず、宇宙に打ち上げます。X 線は波長が短く、宇宙からやってくる X 線は空気に触れてしまうことで拡散し減衰します。X 線が大気と相互作用することで地上まで到達せず、地上で宇宙の X 線画像は見えないため、宇宙に打ち上げ観測しています。太陽の赤外線は波長が長いため、空気に触れて相互作用する可能性が低く、私たちまでダイレクトに届き、体を直接温めます。
遠赤外線ストーブは部屋に無駄な熱を伝えず、体に作用するため省電力で暖かいのです。もっと波長が長い超超波にもなれば、分子が密集した海にも相互作用せず、潜水艦の通信にも利用されます。電磁波を届きやすくするには、相互作用が少なくなるように波長を長くし、逆に小さなものに触れたいのなら、相互作用しやすい波長の小さなガンマ線などを利用すればよいのです。電子や原子などの小さなものを観察するには、原子や電子に触れられるよう波長を短くすれば解決するはずです。しかし、ここで問題が発生します。電磁波の波長を短くすることは、電磁波のエネルギー増幅と同じです。観察物に高エネルギーの電磁波を使って触れると、観察物は破壊されるか変化してしまい、観察することができません。これが量子論で有名な不確定性原理です。不確定性原理を簡単に説明するなら、中学校では核子の周りを電子がぐるぐる回っていた原子の図が、高校では電子が雲のように描かれている、まさにあれです。原子を構成する電子のサイズは驚くほど小さく、電磁波で観察することができません。観察しようと電子に触れても電子が変化してしまい、構造はおろかサイズすら分かっていないのです。電子について分かること、それは電子が確かに存在するということだけなのです。小さな粒子を表現する量子論の世界では、電子は素粒子の一種に分類されます。電子と同様に他の素粒子もサイズや構造は観察することができません。そこでこれらを理論的に表すために、電子に代表される素粒子はサイズがゼロとなる点として扱うことに取り決めます。これを素粒子の標準理論と言います。こうすることで素粒子の相互作用を計算できるようになり、素粒子の位置を確率で表現することを可能とした量子論が誕生しました。理論の誕生と科学技術の発展の歴史は、まるで接戦したレースのようなものです。火を起こすことを知った人間が火の原理を解明するまでは技術が勝っており、観測結果から理論を組み立てていました。その後、理論研究が盛んに行われ、科学技術よりも理論が勝ります。実際にアインシュタインが一般相対性理論を提唱した頃、当時の技術ではそれを検証する技術はなく、一般相対性理論から100年近い時間をかけ、科学技術の発達で一般相対性理論の正しさが証明されてきました。そして現在、理論と科学技術のレースは理論が勝っています。提唱された量子論は、現在でもそれを証明するために様々な最先端の科学技術を投入しています。原子よりもサイズが小さい素粒子は検証する方法がなく、さらにシュレディンガーの方程式によって素粒子の存在は確率のみで示されるという奇妙な理論であったため、多くの量子論反対者がパラドックスによって疑問を持ちかけています。それがシュレディンガーの猫です。箱の中に3つのあるものを入れます。1つ目が猫、2つ目が1分の間に 50% の確率で原子崩壊する放射性原子。これは要するに量子論のシュレディンガー基礎方程式を暗に示唆しています。3つ目、崩壊した原子に反応する毒ガス発生装置。この3つを箱に入れ、箱の蓋を閉め、1分後に蓋を開けることにします。果たして1分後に猫は生きているのでしょうか。普通に考えれば、箱の蓋を開けようが開けまいが、開始から1分後には猫の運命は決定しているはずです。しかし量子論はそれを否定するのです。量子論による確率解釈では、蓋を開けて観察するまでは生死は決まっておらず、蓋を開けて初めて生死が決まるというものです。この現象はどう考えても奇妙です。誰が考えても蓋を開けようが開けまいが、1分経てば猫の運命は決まっているはずなのです。しかし量子論支持者は、箱を開けるまで猫の運命は決まっていないと言っているようなものです。反対者たちはこのパラドックスを使い、支持者を批判しました。要するに、宇宙という大きなものを解釈するためにミクロの世界を示す量子論が存在します。しかし量子論が持つ特殊性は、このパラドックスが示すように、猫の運命すら説明できません。観察するまで猫の運命を知ることができない量子論が、なぜ見えない宇宙の果てを検証できるのだと反対したのです。では実際のところ、量子論は正しいのでしょうか。
事実を述べるなら、量子論は現在の技術を使ってもそれが 100% 正しいとは証明できていません。しかし素粒子である電子を量子論で検証したところ、その誤差は限りなく 0% という結果になります。この結果から言えること、それは素粒子のサイズは0ではなかったが、サイズが0であると扱っても問題ないという結論です。量子論が正しいか正しくないかは別として、量子論を使って開発された様々な最先端技術によって私たちの生活はより良いものになったのは確かなのです。身の回りの技術発展以外に宇宙解明に大きく貢献した量子論、しかし問題も残っています。それは重力と量子論の関係です。アインシュタインの一般相対性理論、一般相対性理論は重力を幾何学上の物体であることを記述し、すでにその正しさは証明済みです。この理論には重力を表現するのに絶対的な長さを使うことが必須になります。しかし量子論はそれを確率で表現します。重力は相対性理論が示す物体であり、素粒子は量子論が示す演者のようなものであり、その演劇を統合できず、量子論に重力を組み込むことができないのです。量子論に重力を組み込むための素粒子、重力子が考え出されました。重力を素粒子であえて表現するなら、スピン2、質量0、電荷0、寿命無限大の棒素粒子であり、力を媒介するゲージ粒子として仮定することができます。しかしこれはあくまで仮説だけの素粒子であり、重力子は検出することはおろか、量子論に組み込もうとすると数学的に破綻します。技術革命を起こした量子論の前に大きな壁が現れたのです。この状況を前向きに見るなら、もし重力を量子物理学の標準理論に組み込むことができれば、万物の理論が完成します。そこで世界中の数学物理学の天才たちが重力を数学的に量子論に組み込む方法を研究します。その手法は加齢そのものでした。重力を量子論に組み込むためには、素粒子を点で記述すると不足が出ます。そこで物質の最小単位を点ではなく、点よりも複雑な紐で表すことで数学的に理論構築を行います。宇宙の最小単位を量子論では点としたのに対し、紐理論では最小単位を紐の振動で記述したのです。紐理論で様々な種類の素粒子を記述することは、弦が様々な音色を奏でることに例えられることから、弦理論とも呼ばれています。この理論で最も画期的なこと、それは重力を組み込んでも数学的に破綻しないところにあります。一般相対性理論や量子論の登場で宇宙の大部分が解明された一方で、ブラックホールや宇宙の始まりビッグバンのような極限の状況は計算不能であり、その根源は最小単位を点であるとした量子論そのものです。例えばブラックホールの中心を相対性理論で計算した重力は無限となり、ブラックホールの中心は物理学が破綻します。サイズがない点を数学で表現するなら0であり、ブラックホールの中心は値を0で割るようなものです。一方紐理論でブラックホールを記述すれば、ブラックホールの中心は両端がつながった輪ゴムのようになり、究極の領域が計算可能になったのです。紐理論の誕生によって宇宙のすべてが計算できると世界中で脚光を浴びます。しかし再び問題が浮上します。紐理論で宇宙を計算するためにはある条件が必要だったのです。その条件は、宇宙は十次元であるというものです。我々の宇宙は3つの空間次元に時間を加えた4次元で構成されています。構築された紐理論は現存しない架空の宇宙しか記述しません。そこで世界中の天才が集まり、余分な6次元を取り除くことに全力を注ぎました。しかし誰一人として成功しませんでした。また紐理論を実験で検証できるかどうかの予測も検証不能と結論付けられます。要するに紐理論は正しいのか正しくないのか不明であり、おそらく永遠にそれが分かることはないという結論になったのです。世界中の数学物理学者たちは、正しさが証明できない紐理論を今でも積極的に研究しています。なぜなら数学と理論の正しさは別問題であり、紐理論の公式は
今後の科学発展に大きく貢献する可能性があるためです。物理学は数学に依存しており、1たす1は2という計算結果に、感じるものはどうであれ、計算結果は正しいというのが原則です。ヒモ理論が現在の宇宙を説明できなくても、数学上ヒモ理論は破綻せず、正しい回答を導くことができます。数学者や物理学者を引きつける理由がここにあるのです。人類の目標は宇宙のすべてを理解する究極の理論、万物の理論完成です。ヒモ理論が万物の理論にならないことが判明した一方、ヒモ理論の数学的正しさが新たな理論の種になることが分かりました。ヒモ理論に超対称性を組み込んだ超弦理論が研究される、まさにそれが証明しています。万物の理論を手に入れた人類がヒモ理論という設計図を考え描いていた我々を称える未来は、それほど遠くないように感じます。